けよ。ここからだ。いいよ。やってくれる。焼かれよ。まだまだ。砕き宇宙の光よ。ここからだ。だんだん黙れ。俺の番。だんだん黙れ。まだまだ。だんだん黙れ。まだまだ。だんだん黙れ。俺の番。貴様。まだまだ。我が意志は壊滅。俺の番か。迫らん。押しよ。まだまだ。ここからだ。あいにくの。いよ。受ける。やってくれ。我が炎を受けることはない。たまんね。黙れ。黙れ。よく行く。よがさん。出せはしまい。懺悔は不要。興味もない。ただ呪文の声を上げよ。果てることなし。ここから行く。邪魔だ。我が行くは温州の彼方。方向と燃え盛れ。アンペル。シャトーギフ。ここからだ。せえ、捕らえよ、捕らえよ。なるほど。なぜか。我が行くは温州の彼方。方向と燃え盛れ。アンペル。シャトーギフ。たまんねえな。せえ。ハッ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 さわしい。ここからだ。トムがいい。ヒットさわしい。たまんねえな。これは派手に散れ。ここからだ。さわたりなかったな。ヒット捕らえたぞ。ここからだ。黙れ黙れ。懺悔は不要。興味もない。ただ呪文の声を上げよ。果てることなし。ここからだ。やが我が炎を尽きることはない。ここからだ。おお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 おたまんねえな。よっ、トムがいい。捕らえたぞ。ここからだ。だんだんまた我が意志は壊滅。死んで魂。ここからだ。やだけよ。貴様。胃の種を。ここからだ。たまんねえな。捕らわれることはない。捕らえられぬものはない。そして我が炎に慈悲はない。ここからだ。たまんねえな。焼かれよ。ここからだ。救済の渇望、復讐の絶望、戦を書き出そうと底のない無念の累積。おそましい。例えようもなく近代化した地獄と見まごうほどに。だが
それでこそ俺の出向く意味がある。聞くがいい、煉獄の住人どもよ。我が名は岩窟王、岩窟王エドモン・ダンテス。恩州の彼方よ、一人の女を救いに来た。うひゃー、試しに呼んだら本当に来た。二期目のサーヴァントゲットだぜ。自分の欲望を抑え、秘蔵の猫缶を三つも捧げた私に不可能は似合い。しかもめっちゃ強そうじゃんよ。クラスはなんていうの、頭上に輝くレアリティは。違法であろうと我が炎は消えず、エクストラクラスアベンジャーであるがゆえに。アベンジャー君、炎を抑えて抑えて。その有り余る力はこの後キャッツらとの対決に備えて貯めておくんだ。仕事とは急ぐものだ。だが俺にとって時間とは刹那に等しい。この地を無人にかける、その才用を探るなど造作もない。待て、しかして希望せよ。助けを請う夜の鐘が俺を呼ぶ明かりになるだろう。またもやノーコントロール。サーヴァントってバーサーカーしかいないのかな。同類だとも、俺も貴様も。怖いウサギ狩りの始まり。今のは使徒か。交わることのない世界に飛んできたとはな。俺も落ち着きのない男だが、ここまで波乱万丈とはいくまで。これは黒剣での影縫いか。随分と時代がかった手を使う。この町の惨状には似合わぬ凄腕だ。今まで何をしていた代行者、免罪符でも売っていたか。金で買える許しはありません。第一、この国では買うものはいませんよ。呆れ果てた状態という点については同感ですが、私も一月前に来たばかりです。そうか、先ほどの言葉は取り消す。製品の都に聞かせるものではなかった。この町は救われるだろう、お前のような女がいるのだからな。俺はお前の贖いを否定しない。お前も俺の仕事を阻みはしない。どうだ、互いに利のある取引だな。残念ですがそれはできません。あなたが何者であれ、これ以上の調量は見過ごせない。その炎の中に主の意向を感じました。さぞ敬虔な信徒なのでしょう。本来であれば弁明なく処断するところですが、その祈りに免じて国会の機会を与えます。名乗りなさい亡霊、洗礼をもってあなたの苦しみを終わらせましょう。さすがは鉄の女、恐れ入る。教えのためではなく俺のために死の橋を渡るとは。全てをその手で失いながら、復讐に身を燃やすことなく自らを巻きとする。大したものだ。だが相手を間違えたな。天井への門は遠きに過ぎた。俺は恩衆の化身アベンジャー。
燃やし尽くすことでのみ収束を与えるもの。俺との相性は最悪だぞ、代行者。そのようですね。その炎は第八秘跡界のもの、罪の浄化に特化している。ですがそれはもう味わいました。その攻めくれば私の体が崩れない。救世主の山を語る亡霊よ、今その巡礼を終わらせてあげましょう。天聖批判の聖典、七つの詩、七つの武装、一つ。まったく教会の異端神話も限度というものがない。またサーバントかよ。世界のセキュリティはガバガバだな。あ、とはいえ邪魔者ではあるが希少であるのも事実だな。お前は特にこちら寄りだ。醜い半分、目を見りゃわかる。どうだ、抑止力の使いっ走りなんぞやめてこちらの儀式に手を貸さない。英霊も使徒も詰まるところ、ゴールは同じ。この星の最終回答。これまで多くの愚者が挑み敗れていったが、ね、今回はなかなかの手応え。あと一手がうまくいけば残り100手は必ず成立する。うまい話すぎてそそられるだろう。貴様がそういうのなら事実だ。嫌いの神学者、空の方に手を伸ばした者よ。だがその試みが引用だとしても、俺が貴様を見逃すことは断じてありえん。ミハイル・ロア・バルダムヨン、どのような世界であれ貴様は俺の敵である。愉快だ、これが笑わずにいられるか。よくも俺の仕事を邪魔してくれた。なんだそのなりからして18世紀あたりの食い残しかい。これだから人間ってやつはいつまでも過去にとらわれて生きてて楽しいのかね。しいとも、永遠を目指す貴様の企みを潰したのだ。これ以上の喜劇があるものか。終わらぬ刹那の中で永劫に苦しむがいい。ここか。この座標に作られる穴であればつながるだろう。あとはどう言い伏せるかだな。物分かりがいいようで感情を大切にする娘だ。受け負った仕事を終わらせるまではうなずきはしなかろうよ。主役の座をかけて異なる世界の者たちが戦うか。俺には関わりのない厄介事だが、劇作家どもへの土産話にはなるか。仕方あるまい。我が共犯者の安定のためもう一仕事こなさなくてはならないようだ。はい、マシュキリエライト、たくさんの世界を巡って無事帰還完了ですと威勢よく報告した私ですが、実はカルデアに帰還するためのゲートは
何度やってもうまくいかなかったんです。そんな時ある方がここなら問題ないと教えてくれたのです。あれ、あの方は一体誰だったのでしょう。炎のように激しくて強くて怖くて、そしてとても優しい方でした。空をかける一畳の光のような、確か名前は。再会を望むなら呼べ俺を。どのような時空であろうとその声に応えよう。